リンダーホーフ城女心臓の噴水。リンダーホーフ城は、ドイツ、バイエルン州南西のオーバーアマガウ近くに位置する城である。リンダーホーフ宮殿とも呼ばれる。リンダーホーフ城は、バイエルン王ルートビヒ2世が建設した3つの城の、うち、唯一完成した城である。1874年に建築が開始され、1878年に完成した。完成後、 彼は長い期間そこで過ごした。建物内部はロココ様式の豪華な装飾があり、庭園内には金色の女神像の噴水がある。リンダーホーフ城はベルサイユ宮殿内の大トリアノン宮殿を手本にして建てられたルネサンス様式の建造物である。しかしヘレンキー無税城と違って、これは既存の建物を模倣して建設されたわけでなく、 バロック様式を加味するなどの装飾が加えられたルートビヒ2世の作品である。上巻内にはルイ14世、ルイ15世、ポンパドゥール夫人やマリアントワネットの像が置かれ、ルートビヒ2世はこれらの人物が生きているかのように挨拶をしたり語りかけたりしたという。さらにはこうした王の無双の妨げにならないよう人が出入りすることなく、 食事の用意ができるようにテーブルをせり上げる装置も作られていた。リンダーホーフ城の近くにはバロック様式のエッタール修道院がある。ありがとうございます。